もちさんが奥まで行ったため一般の観光客の人も奥まで行って、あ、なかなか戻れない人もいるね。だからもちさんのね体力と無謀さは真似しちゃいけません。みんな真似ちゃったよね。結構の土地を見せた方も奥まで行ってて、無理だ無理だって言ってたからね。一人がやるとみんな真似するのってやっぱり日本人独特だよな。なんだろうね、こういう水の音聞くとトイレ行きたくなるね。終わり。この水の綺麗さ、終わりではなかったね。さっき終わりって言っちゃったよ。さっきちょっと言っといたから、もちさんが奥まで行くからみんな真似したって。やめて、やめて、そういうの。いいね、この落ち葉がこうね、ぐる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 回ってるところとかね、いいよね。いい旅立ちと。下行っちゃった。透明、ね、この綺麗さは素晴らしい。演歌に使えそう。演歌、演歌でも演歌のフリー BGM ってないんだよね、あんまりね。知らず知らず歩いていた遅く長いこの道。もう知らない。パン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 、もうかしあなたの色に染められ染められ。どうこれ演歌に合わないと。こうやって。終わり。